それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回はプチリーディングです。少し短いリーディングとなりますが、お相手の今のお気持ちについて見ていきます。今現在お相手はあなたのことをどう思っているのかっていうのを見ていきましょう。はい、ではまずタロットカードシャッフルしていきます。正逆採用で見ていきましょう。今回はね、このタロットカード1種類しか使っていきません。はい、プチリーディングですね。今この瞬間のお相手のお気持ち、お相手はあなたのことをどう考えているのか、またはどういう関係性を求めているのかっていうところで見ていきましょう。この恋進展しますかっていうところですね。お相手目線でもらっていきます。ケルト十字を使って見ていきます。はい、ここで出していきましょうね。ということで、プチリーディングですね。で、お相手が今あなたのことについて何を考えているのかっていうところなんですが、そうですね、なんかね、ここ面白いなっていうふうに、考えて感じているんですけど、なんかね、お相手の中で一つの周期が終わっていくというか、一つサイクルを終えてまた次の周期へ入っていくというかね、これはお相手の中でっていうことがあるので、何かに区切りをつけるのかなっていうのが入ってくるのと、あとは今バランスあんまり取れていないんですよ、失敗しちゃったこととかもあるんでしょうね。なんかね、足元緩んでるなっていう感じだしね。そして自分の中でははっきりとさせていきたいっていうふうに思ってるんだけど、でも今じゃないっていう感じがしますね。なんかね、自信がないっていうよりはなんか準備足りないよねっていう感じがするんですね。そしてその今感じるのは、これから先なんかね、若返っていくっていうイメージが入ってくるんですよ。それはね、どういう意味なんだろうっていうふうに思うんですけど、なんか考え方が、なんだろう、ライトになるのかなっていう感じかな。今までちょっと古臭いようなところって言ったらちょっとお相手に失礼なんですけど、そういうふうにこう自分の中でこうなんか古い考え方っていうのが一新されるんじゃないかなっていうのが出てきています。なんかね、ここはこうであるべきとか、こうじゃなきゃいけないよねとか、自分の中で少し前の考え方だよねみたいなところなんですけど、そこがこう新しくなるっていう感じ。なんかその例えて言うんだったら、スマホを初めて持ちましたみたいな感じで、今までガラケーだったんだけど、スマホを初めて持ってみて、まだ使い方慣れていない、ぎこちない今みたいな感じなんですよ。今ね、新時代を自分で切り開いていった、まさにその日、今日その日っていう感じで、そう。だから慣れるまでちょっと時間がかかるんだけど、慣れたらすっごく使いやすい、便利、スマホってこんな便利なんだねみたいな、なんだろう、 LINE 初めて使い始めた人みたいな感じですかね。今まで E メールだったんだけど、 LINE 結構便利だねみたいな、いやー LINE ちょっとねみたいな感じで、今までガードしてたんだけど、いやーね、周りにやんややんや言われてやってみたら、わ、なんか意外と便利だわみたいなっていう感じでしょうか。もしこう例えて言うのであれば、だからこれから先お相手すごくクリアになっていくんですよね。なんだろうな、こう自分自身で生きやすくなるんじゃないかな、便利な世の中に自分が慣れていくみたいな感じですね。だからね、LINE の使い方マスターしていて、スマホの使い方はもう何でも知ってるみたいな感じになっていくので、多分お相手の中でも新しい発見だったりとか、あ、こんな便利なやり方あったんだみたいな感じに思うようなことがあって、それで
やっとそこから使いこなせるようになっていくっていう、今その途中ですよ、段階の一番最初、入り口のところにいますよっていうところがあるかなと思いますですね。中にはなんかね、曖昧な関係性だったり、あとは一度お別れしちゃったっていう方もいるかもしれません。でその方々はもっとストレートに物事が流れていくでしょうし、復縁に向かってやっていくかいかないかっていうところで、ここね、かなりこのエースのカードがここ出てきていますよね。3つ、4枚中3つ出てきていて、で始まる始まらない、物事が何がどう変わっていくの、何が始まっていくの、何が変わらないでいるのっていうところが大きなテーマかなって。一つのサイクルを迎えるところもあれば、そのまま変わらないところもあるし、まだね準備不足の段階ですよってところもあるので、サイクルが出てくるんでしょうね。復縁だったら一度お別れして、ぐるっと巡り巡ってまたご縁が巡ってきて復縁ってところにたどり着いていくとか、何かのね今節目に来てるんじゃないかなっていうのが出てきています。でね、お相手はあなたの愛情っていうのを感じていますね。あなたはすごくお相手のこと大切、思いやってる。中には自分を犠牲にしてまでお相手に尽くしたいっていうふうに思っている方もいるでしょう。お相手にね伝わっていますよ、あなたの深い愛情っていうのが。だけど今まだスマホ持ち始めたばかりだから、慣れてないからね、まだ LINE 交換の仕方わからないっていう感じが出てきてるんです、お相手の中で。だけどいずれあなたとの間で LINE の交換をして、いろんなやり取りを日々交わしていきたいっていう期待がありますね。でもじゃあその後、じゃあ使いこなして連絡先交換して LINE 実際にやれるのかどうかっていうところは、まだそこはねアドバイスが必要かなっていうところ、ガイドがまだ必要だねって、慣れるまでもうちょい時間かかるかなっていう感じで入ってきています。だからあなたがじゃあ私ってどうすればいいのっていう風になってくると、ここねなんかねまだやっぱりこう LINE やり取りするのまたぎこちないから、じっくりと慣らしていく感じで、あなたがリードしていく時もあるだろうし、遠くからお相手の成長を見つめていくってことも必要になってくるかなっていう風に出てくるかなと思います。あなたへの愛情っていうのはめちゃくちゃ感じてるし、ワクワク、ドキドキ、安らぎとかそういうところも感じているから、これから先ねだいぶやりやすくなるし、お付き合いしやすくなってくるんですよ。でもまだね1日2日ぐらいじゃ LINE の使い方まではね分かりませんっていうような感じで入ってますので、だからといってね LINE こうやって使うんだよっていう風に、あなたが教えるっていうわけでもなく、あれれれ、あ、わかった、バンドの S、ここですね。そうそうそう、あなたが教えるまではしなくても、まあ自分でね、時間かけてマスターしてくるでしょっていう感じで見ていた方がいいんじゃないかなっていうふうに出てきています。まあ柔らかく待っていましょうって、今このすごく素敵なお気持ちあなた持っていますから、たまに水が溢れすぎちゃってもうどうしようっていう風にあなたの方が逆に思っちゃうかもしれないけど、まあでもね、あとはお相手が自分で自分の一つ使いこなす新時代に自分の身を乗り出していけば、そこからまた変わっていくので、まあ待つっていうのはだいぶねしんどいかなっていう風にあなたは感じるかもしれない。だってこのキラキラは今しかないじゃんみたいな感じで出てきているので、ね、今じゃないみたいな、この結ばれるのって今よみたいな感じで出てくるんですけど、ね、だって2人の関係性ってだいぶいい感じな気がするみたいなね、この先もなっていくんですけどね、それにはまだ、お相手の慣れが必要かなっていうところは出てきています。まあ、今回ねプチリーディングってことで、今この瞬間お相手のお気持ちってところなんですね。なので始めていくとかいかないとか、受け取る受け取らないとか、伝える伝えないっていうところで、多少まだこうお互いの LINE の使いこなし具合みたいな感じで、お互いのねこなし具合がまだ
違っているので、今すぐまだなんとかなるとかってわけではないんだけど、この先期待してもいいんじゃないかなと出てきています。でもただね、今の現段階ではね、バツンとね、2人が交際できるよとか、お相手が告白してくるよっていうような並びではないんですよ。初めて行くか行かないかってところで、初めて行くことに対しては大きな期待ってところがあるんだけど、うん、今はね、でもこの時間大事にしておけばいいんじゃないかなって、特に白黒決めるわけじゃなくてもいいんじゃないかなと。お友達だったらお友達の関係性でも、2人にしか作れない時間帯、時間の間、この時間の共有っていうのを大切に持っていけばいいんじゃないかなっていうのが出ていました。はい、今回はプチリーディングということで、今この瞬間のお相手のお気持ちっていうところをもらっていっています。このお相手ね、今大きな節目というか、っていうところに来てるんじゃないかなというふうに出てきています。だけどまだね、新時代の扉は開けられたばかりっていうところなので、その今時代に追いつくために駆け足になっているところもあるんですけど、そこにあなたがどんなふうに、対応していくのかっていうところは、このあたり大切にすれば、2人の時間、今の関係性はっきりさせなくても、今2人がつながってるこの瞬間を大切にすればいいんじゃないかなっていうのが出ていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回は今この瞬間のあの人のお気持ちについて見ていきます。今回はプチリーディングということで、短い動画となるんですが、今ね、この瞬間のお相手のお気持ち、あなたについてどう思ってるのかとか、あとは2人の関係性をどのようにしていきたいのかなっていうところをもらっていきます。ただね、今の状態とか関係性なので、どんどん変わっていきます。現状確認、現状を把握する一つのお役に立てたらなという感じで見ていこうかなと思います。はい、で、静脈採用でスプレッド展開で見ていきます。本日画角がね、うまく調整できていないかもしれなくて、こっちの方だいぶ空いていて、手がね、いっぱいいっぱい届かないんですよ。なので、なるべく気をつけていきます。ではよろしくお願いします。プチリーディングなのでシンプルにお伝えしていければなと思います。タロットもこの1種類のみです。はい、ということで、もらっていきましょう。今現在のお相手のね、状態とかお気持ちとか見ていくんですけど、今2人の釣り合いが取れていたりとか、お相手の状態いいんじゃないかなっていうのが、今の現状ね、いいんじゃないかなっていうのが出ています。あなたのことを親切にしたい、親切にしたいというか、優しくしたい、仲良くしたいとかっていうのがあるから、それはね、本当のお相手の真心から来ていますよっていうのが出てるんですよ。嘘偽りなくあなたに誠実に向き合っていますっていうのがね、出てきているんです。その愛情っていうのがどんな種類になるのかなっていうのは、正直深く知りたいなってところはあるんですけど、でも今回ね、プチリーディングなので、
あまり深掘りはできないんですが、この並びから見るに、お相手あなたのことをすごく友好的に感じてくれていますし、ねえ、あなたが助けてって言ったら助けてくれるぐらい広い心を持っているし、なんかね、優しいっていう感じ、優しく正してくれるっていう感じが伝わってきます。それはあなたのことをいいなって思ってるから、そのいいなって思ってるのが、そう、あの味噌なんですよ、味噌ね。それはその恋愛的にいいと思ってくれてるのか、もう人間的にいいなと思ってくれてるのか、友達としていいなと思ってるのかとか、いろんなその愛の形ってありますよね。どこなのっていうのは正直深く知りたいなって思うんだけど、でも本当に大きな意味であなたに対して好意的に思ってるし、守ってあげたいっていう風に出入ってくるんですよ、ね、それは好き、恋愛的好きなのか、人としてとか先輩としてとか、まあ、一人の人間としてお付き合いしていく上であなたに対して好意的な思い持っていますよってところもね、あるのかな、まあ、いろんな、もう大きい意味なんですよね。大きな愛っていう感じなんですよ。それが私にだけ向けられてくれてたらいいのになっていう風に感じるんますよ ね。どんな意味の愛っていう風になるんだけど、でも好感触で思ってくれてるので、ここはね、プラスに受け止めていきたいところですよね。受け取ってほしいなって思ってます。この真心を受け止めてほしいなって思ってるし、このお相手とじゃあこれからどうしようかなっていうのが正直なあなたのお気持ちですよ、どのように育んでいこうかなとか、あとはね、そうね、なんかどうやったらバランス取れるかなとか、バランス取れてるんだけど、ある意味ね、ある意味取れてるんだけど、じゃあその先に行くためにはっていうところですよね。でもお相手もあなたと仲良くなっていきたいとか、で一部の方では公の場所でしか会えない関係性っていう場合もあるんですよ、例えばお相手が店員さんであなたがお客さんとか、そういう立場のある関係性なのかもしれないですね。こうやってお相手の意識とかを見ていくと、人前に立つような感じの姿が見えるので、人前でしか会えないとかね、まだ二人きりで仲を深めきっていないような感じがするのかなというふうにも捉えられるんですけど、まあ、いずれの形にしろ今お相手はあなたに友好的に感じてくれていますって、これから先もっと広げていきたいっていう風な本心も出てきていますから。でもね、あなたの方もね、じゃあさてどうやってじゃあ攻めていこうかなみたいな、今この状態を聞いてさあどうしたもんかっていうところが出てきていますが、お相手のね、ここ不安とか恐れもしくは期待っていうところでソードの5番入っています。これはね、強引に物事を動かすかどうかっていうところが、テーマになってくるのかな。今なんかね、バランス取っておきたいっていう感じなんですよ。うまくバランスも取れてるし、このまんまでいたい、この平行線というかね、この天秤がちょうど釣り合い取れてるところで自分がそこにいますよみたいなところの現状が出てるから、決して悪い意味じゃないんだけど、じゃあこの先どうすればみたいなところに対して、なんかあんまり物事を強引に動かしたくないなっていう風なお相手の気持ちがあるのかなっていう風に出てきています。でもこうやってね、次々こう見ていくと、どうかなって、2人の関係性変わるか変わらないかっていうところに目を向けていくかどうかっていう風になっていくと、かなり大きな動きが出てくるんじゃないかなっていうのがあるんですよね。ここの2枚ですね。どうしようかなって一回停滞したりとか、立ち止まって悩んだりとか、表向き優しくしてくれるんだけど、じゃあ実際本心のその愛情ってどこから来てるのみたいな、そのどこっていうところが見えなくて分かんないやっていう風に思っちゃう時もあるん、出てくるよっていうのはあるんですね。で、このお相手自身もそこをはっきりさせないというかね、ニコニコしていて、いいねとか褒めてくれるんだけど、それどっから来てるのっていうところは、しばらくなんかこう今すぐに急展開してどうこうなるとかじゃなさそうな感じなのね。
お相手的にはこの天秤を揺らしたくないっていうのがある、今の関係性保っていたい、今いい感じで育んでるってお相手は思ってるから、この感じでしばらくやっていきたいって思ってるんですよ。本心は仲良くなっていきたいって思ってるんだけどね。でも、うん、やっぱりこう表向きのこの関係性でしばらくはっていう感じで入ってくるのかなって思うんです。うん、そうですね。あんまりこう、だから物事を強引に動かして、その愛どっから来てるの？なんなの？みたいな感じで言っちゃうと、逆に向こうが引いちゃうから、うん、そこは、じゃあどうすればいいのかなって言ったら、まあ、じっくりねっていう感じでここに入ってくる。で、あなたがすごく魅力的なんですよね、ここね。お相手から見たら魅力的なんだけど、でもかといってね、何か障害があるのかって言ったらそうでもないから、うん、まあ現状から未来って、もうお相手はもう未来のことを見ていますから、何かあるとしたらこの先、まあ、欲に駆られるようなことがあるかもねって、その欲ってじゃあどこから来るのっていう風になってくると、だから強引に物事を進めていきたいっていう思いだったりとか、あとはその周りに例えばライバルがいたとして、2人のバランスが崩れるような、気持ちの度合いが測れなくなるようなことがあったとしたら、それをなんとか変えていきたいとかっていう、お互いどちらかの思いとかがあると、まあ、強引に何かで、ね、物事を動かしてしまったりする可能性があるから、そこが少し注意が必要だねっていうところは出てきています。お相手の望みとしては、今は物事をあまり激しく動かしたくなくて、どちらかというとゆったりと流れていたいなっていう気持ち、あんまりこうせかされたくないというかね、うん、お尻叩いてペンペンどっちよっていう感じよりは、もうちょっとゆっくりとふんわりとっていうところが出てきていますから。でもね、あなたはね、合わせていけるんじゃないかなっていうのが出ている。受け止めていけるよって、2人の安定性を育んでいく力っていうのを持ってる、包容力があるんですよね。抱きしめる力、包み込む力っていうのを持ってるから、もうそこはね、甘えてきてもいいよっていうぐらいのスタンスでいてもいいのかなと思います。今はあまりこう、なんだろうな、早い、短い期間で何とかしようっていうふうに思うんじゃなくて、まあ、お相手の全てを受け入れるような思いで、まあ、ゆったりと構えていればいいのかなというふうに、まだこれからどのようにあなた自身もお相手との関係を進めていこうかなとか悩むところとか考えるところ、まあ、作戦練ってるところもあるから、それはじっくり時間かけて2人で温めていくものかなっていうふうに出てきているかなと思います。まあ、今の現状なのでプチリーディングだしね、これからまたどんどん変わっていくんだけど、でも現状を見るとめちゃくちゃお相手はあなたに対して、うん、なんかね、好意を持ってるというか、その好意ってじゃあどっから来んのよっていう、どんの種類よっていうところはあるんだけど、でも幅広い意味でね、嫌われていないし、いいなって思われてる。でも魅力的に思ってると思うんですよ。優しいなとか、この子と一緒にいるとホッとするなとかね、そういうところもすごく感じてるって、こう、もう恋愛対象に入ってるから、だから、じゃあ恋愛対象に入ってるんだから、この先どんな形にでも広げていけるっていう風になってるからね、それが悪い方向に進んでいかないようにあなたが調整していくっていうか、受け入れていくっていうかね、お相手の方で今のままのバランスでって言われたら、ああそうですねっていう感じで、今はとりあえずそれでやっていけばいい。あとは自分の心の中でふむふむ、じゃあどうしようかなみたいな感じで、ちょっと時間かけてみようかな、丁寧にやってみようかなっていうことでもいいと思います。今は行き急ぎすぎることなくっていうことで、関係性を育んでみてください。以上、こちらが2番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはプチリーディングです。今この瞬間のお相手のお気持ちについて見ていきます。よろしくお願いします。まずタロットカードをシャッフルして、正逆採用で、今回はキルト十字を使って見ていきます。
回はプチ占い、プチリーディングで、このタロットカード1枚しか使っていきません。1枚じゃない、1種類しか使っていきません。はい。で、スプレッド展開で軽くこう見ていくので、深掘りとかもしない感じで、本当にまさしく今現段階のお相手のお気持ちとしてもらっていきます。はい。はい、出ましたね。なんかのイメージというか、もう入ってきてもうすぐ分かる通り騒動が多いですね。3番の方っていうのは、まあ騒動が多いからどうこうとかではないんですけど、まあでもお相手の中でいろいろと、まあ流れてはいますよねっていう、流れてるっていうのは、うまくお伝えできないんですが、お相手の中では一つの課題がもう今一定期間あるかなっていうのがありますね。同じことに対して考えていたり、まあ、取り組んでいたりとかっていうところが入ってきています。ここはもう一貫して入ってるかなと思います。ソードのカード続いていて、まあ、期待していることや恐れていることまで全て一つの関連性があるんじゃないかなっていうのが出てきていますね。それは周りのことだったりとか、そうですね、どんな風に決めていこうかな、周りの状況を見ながら今動いているよっていう、流れているよっていうところが今の現段階のお相手の状況として入ってる。で、そうで、あなたに対する思い、あなたがお相手に対する思いっていうのもちゃんとお相手に届いています。あなたが自分のことを、好意を寄せてくれているんだろうなとかっていうお気持ちだったりとか、それはすごく嬉しいっていうふうに思っていますし、ここね、お相手の本心に太陽入ってるから、あなたとの関係性を進めていきたいんじゃないかなって気持ちがあるんですよ。今、お相手目線から見る、ね、今のあなたとの関係性どうしたいってことを聞いてるので、ここなんかね、成功させたいことがあって、そのために今乗り越えなきゃいけない課題って多分あるの、この方の中に共通して同じことで入ってきてます。で、立ち止まったり動いたり、周りのことを探ったりとか、あれこれあれこれやったり、やり取りしていく中で、こう今手探りでやってますっていう感じで入ってくるんですね。まあ、時には動いたりとか戦ったりとか、守りの姿勢に入ったりとかもするんですね。ここね、共通して同じこと入ってるから、コミュニケーションだったりとか、それが一時期、まあ、お休みになったりとか、でもその、コミュニケーションがお休みになるってことは音信不通になるっていうよりかは、どちらかというと穏やかになっていくようなイメージっていうのもあるし、動いていくっていうのも最終的に自分の本心のために動いてるわけだからね、この太陽に向かって自分が進んでいきたいわけですよ。どうやったら太陽に近づいていけるかなってことを、いろいろ策を考えながら歩みを早めたり休んだり止まったり、いろいろあれこれ手段を変えてやってますよっていうのがずっと出てきていますね。でもまだゴールが見えないっていうのがお相手の正直なお気持ちですっていうのがあるかな。でもだからこそ誠実に向き合っていきたいとかっていうところもあるし、自分の魅力を伝えるために今頑張ってるんだと思います。魅力伝わってないとかっていうところを感じているので、例えば消極的だったりとかね、あなたの中ではそういうふうに見えているのかもみたいな、お相手的にはいろいろ動いたりとか悩んだりとかしてるんだけど、でも結局はバシッとまだ決められていないから、はっきりと意思表示できていないんだよね。好きなら好きとかね、関係性進めていきたいっていうはっきりした言葉が出てきていないから、だからね、まだだから自分がどうしたい、お相手がどうしたいってことをあなたに全部伝えきれていないなってことはある。でも誠実に向き合っていきたい気持ちがあるってことは忘れないでっていう風に入ってくるんですね。
そう、あなたから見てお相手今どんな風に映ってるかな、元気ないように見えるかな、少し揺れているように見えるかな。なんかね、このソードの5万っていうのは対立とかも表しているカードなんですね。あとはまあそうですね、お相手の目的ってじゃあどこにあるのって言ったらここなので、いかに自分の魅力を伝えていくのかってことで、あれこれ根を回しているような感じがするんですよ。でも思った以上にこれ関係性進めていくのちょっと難しいんじゃないかなって自分の中で考えながら、あれこれね、こういろいろと頭の回転めちゃくちゃ早いですよ、この人。賢い方で、もう瞬時に次のこと次のことっていう感じで、次の手次の手みたいな感じで出てくる。そこまでやっていてもまだね、育んでいけないことだったりとか、自分の魅力を伝えきれていないとかね、あとバシッとね、かっこよく決められないってところもまだ出てくるのかなっていうのはするんですけど、それでもあなたは微笑んでくれているとかね、自分に期待をかけてくれているとか、そう、あなたとお相手の間で通じてるものってあるんじゃないかなってここで出てきてるんですよ。それはお二人にしかわからない関係性なのかも。そしてまだあなたに伝えきれてないってことが出てきているから、たとえ今お相手が不安定な状態だとしても、そしてなかなかね、はっきりと意思表示してくれなかったとしても、あなたの方でここはね、どうすればいいのかって言ったら、これですよ。カップの10が入ってきてるから、あなたのお気持ちっていうところもそうだし、お互いの気持ちってところに対して共感し合っていくこと、お互いが平和な状態でいることっていうのをまずあなたが今意識してねってことが出てきていますね。これでもね、あなたのお気持ち、お相手気づいているから、二人の関係性なんとかしようと思って取り組まれてることあるんじゃないかなって、一貫して同じ課題取り組んでますよってことが出てる。人間関係なら人間関係とか、環境の整備だったら環境の整備みたいな感じで、なんかね、同じことずっと取り組んでるよってことが入ってきてますよ。そして誠実に向き合ってはいくんだけど、ポイントとなってくるのはお互いの気持ちのバランスもそうだし、これね、関係性を表すカードなんですね。だから、そうだな、これね、お相手の動きにもよって変わってくると思うんですよね。ここね、そう、そのあなたがいいタイミングで手助けに入ったりとか、あとはお相手が休んでる時は、立ち止まってる時はね、そっとしておくのか、あとそっとしておかないで構ってっていうタイプの人もいるじゃないですか。だからその相手に合わせていくことっていうのも必要になってくるんだろうけど、そのバランスをよく見てっていう感じで入ってくるんですね。立場を乗り越えていくことが障害として入ってるのかな。なんかね、一つのことをずっと取り組んで考えてますよってことで入ってきてるから、これはね、そう、時にはお互いを傷つけること、まあどちらか一方が傷ついてしまうことだったりとか、知らず知らずに周りの人を傷つけてしまうような剣を常に持っているってことなんですよね。でも上手いやり方でやっていけば、それは切れる包丁かのように便利な使い道ってあるのでっていうところなんですよ。どんな風に使っていくかっていう、いろんなやり方っていうのがここで出てきてるんですね。いろいろ整理することもあるだろうし、これから先この目標に向かってやっていくためにいろいろと整理しているよっていうところが今出てきてるかなというふうに出ています。なんかね、あるんでしょうね、こう取り組んでること、今課題にしてやってること、これを乗り越えれば自分の本心を見せていけるっていうところが今あるのかなっていうふうに思います。だから焦らずに待つこと、それかバランスを見ることとかね、立場を超えようとしてるのかなっていう感じで入ってくるので、お相手の方がね、あなたはそれを受け止めていくとかね、二人の調和をとっていくために今あなたができることって、まあお相手に会いに行くことっていうのもいいかなって思うんですよ。
元気してる、頑張ってる、どう調子っていう感じで会いに行ける方は会いに行ってもいいと思う。で、お相手を安定させてあげること、行くことっていうのがすごくね、あなたの今できることとして入ってきているので、優しく見つめることかもしれないし、お相手の心をね、浄化させることをヘルプで入ってあげることかもしれないし、大きな意味で2人の頭の上に平和の虹がかかるようなことをあなたが意識してやってみるといいねっていうアドバイスは入っています。はい、ここいずれお相手乗り越えていくでしょう。今自分の中で課題に感じていること、周りとのバランスとかかなっていうところが入ってます。本心としては嬉しいカードが入ってますから、いずれここに向かって、ゴールに向かってとたどり着いていくので、それを信じて自分であなたが今調和をとっていくのか、それともやっぱりね、途中で、なんか遅いな、まだかな、やっぱりやめようかなってあなたがもし思うのであれば、それはそれであなたの一つの決断として、自分の気持ちを優先させていくっていうのもまた一つの決断というのは入っていますね。この多分これね、今の現状のお気持ちだから、今すぐ関係性はっきりさせてよみたいなことをお相手にもしあなたがズバッと言った場合に、お相手はそれに応えられるだけの状況や気持ちが整っていない、準備が整っていないっていうところで焦るかなっていうところは正直出ています。だから今すぐ何かを求めるではないのかなっていうのは出てきていますね。でもね、すごくいいカードが入ってますから、お相手の本心っていうのはここにありますよ。はい、ということで、お二人の、この恋愛の関係が進んでいくことを応援しています。今回はプチリーディングということで、今のお相手のお気持ちについて見ていっています。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。またね、次回深掘りしてお相手のお気持ち見ていこうと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。